1日です。はい、名前の由来は文字のなんか雰囲気もすごい大事にしてたんですけど、まあ、意味もやっぱ大事にしたいよね。たまたまいるっていう言葉を知って、でもフランス語で島っていう意味なんですけども、島独特の空気の流れっていうのがあるんですよね。いろんな島ごとに都心部とはやっぱ違う、なんだろう、流されない感じ。自分は立ちは自分、人は人、私たちは私たちっていうのがなんか感じれて、なんか流されない感じがあって、それがいいなっていうのは前々から思ってて、外から来てなんかこうちょっと癒しの空間にできたらいいなっていう意味合いもあるし、もう一つ言うとしたら可能性。バレイヤージュと僕のダブルカラー、パイトンカラーっていうのを2人で出すっていうのって、なかなかこうカラー業界だったら結構なんか分かれてるとは思うんですけど、そこが一緒になってやるっていうのは結構新しい方向なのかなって。正直あのデザインに惹かれ合ったとかは特になかったです。単純にあの会って話した時のなんかカラーが好きっていう熱量だけで気があったって感じですかね。なるほど。このデザインだからっていうよりはあのカラーの好きな度合いが多分同じぐらい、一生カラーって感じ。もう居酒屋行ってもどこ行ってもカラーだよ。この前この配合で行ったんだけどっていうのをずっと店愛用してるって感じです。もうやっぱりやり方とか考え方がやっぱりスタイル違うだけでかなり違うんで、結構話してましたね。止まんないですね。結局は最初の話も忘れちゃうっていうぐらい、何にも決まり事決まんないです。なんかが一番なんです。学ぼうとする方向みたいなのが同じだったかなっていうのは。いや、僕には持ってない豆さと長面さと、ちょうど本当にピースがそのまま、こんなになんかこう不得意得意が被らないってあるみたいな。でもしかもそれをお互い認め合ってる感じがあるので、あ、なんだ、器がでかいだって思いますね。器が一つ一つにこだわりを持ってるんだなって、僕とはちょっと違うタイプだなって思いましたね。彼は一人一人に対してちゃんと時間を使って最高のパフォーマンスを出す。お客さんの満足っていうよりも多分自分の満足が高いのかな。自分の満足のためになんかこうあーっていう感じで終わりたくないみたいな。どうせやるなら思いっきりなんかこう納得のいく作品を作るみたいなですかね。サロンワークというか感情と感性だけで動いてるから、その時の思ったことのいいことを全てやる、何も考えずに突っ走れるタイプっていう、止めるストッパーにならないかなっていう。そのアシスタントがやっぱフリーランスだと居場所がないんです。あの練習するスペースもないし何する場所もないんで、どっちかというとなんかアシスタント的に良かったのかなって感じ。だからアシスタントがいたからこそ、もうこう立派に成長させなければいけないっていう使命感には思われましたね。でも給料払わないので、そうなんですよ。場所代もかかって材料費もかかるので、最低限それはカバーしないとって感じでは、単純にあの、まあ、僕は最初一人でやってたんですけど、あの、まあ、完成してすごいいいの作っても悪いの作っても誰も共感できないんですよ。ただ作って終わりみたいな、今日っていうのがアシスタントがいると、あれやっぱちょっと今日あそこはちょっとあれだったねとか、あれ良かったなとか会話ができるんで、それだけでも全然違う。I'm an independent thinker for the style that you love, so check it out.